でね、その映画がね公開されるときさ、初日舞台挨拶とかあるじゃん、はいはいはい、でなんか司会の人がさ、なんか撮影のときなんか思い出深いエピソードかなんかありますかって言われてさ、もうエケシャハシャとさ言ったのよ、そのエピソード全カット結局なんでわかんない、変なやつだと思われて終わりだったよ、もうなるほど、ふざけたやつみたいな、うん、見れたやべえみたいな感じで思われて終わった消されたメディアに、本当のことが、うん、こうやって純粋っていうのは殺されていくんだよ